ウォルホート家は勝利した。アブローラ将軍率いる公国軍は傷つき、グリンブルク王都へと帰還。家中のロランは己のために犠牲となった将兵や民を思い、声を押し殺して泣いた。グリンブルクはすでに無力である。だがその血脈には確かな意味がある。ロランに流れる王家の血をめぐり、陰謀と思惑がノゼリアを赤く染めている。王国は本気でグリンブルクを食うつもりらしい。だが爪が甘かったわ。ロラン王子はウォルホートへと逃げ込んだ。共同採掘などと持ち上げて、その下の根も乾かぬうちに殺し合うか。しかもロラン王子の首には懸賞金ときた。無造無造の者どもが今に動き出すぞ。広告のやることだ。今に我が国にも牙を剥く。捨ておけん。良い機会じゃないか。煙鉄大戦でうやむやになった立場をはっきりとさせてやればいい。そうだな。大きな戦果となる前に火種を潰しておくのはやぶさかではない。つまり戦争を始めろとおっしゃる。まあそう興奮されるな、おのおの方。確かにこれは二国だけではなく我が国をも巻き込みかねぬ由々しき事態。しかしそんな時こそ教皇の声に耳を傾けるべきでしょう。かしこまりました。
やってみます。最善の手を。焦りは禁物。もっと頑張るぞ。出番だな。私に任せときな。行こう。腕が鳴るぜ。押し通るぞ。私の番だね。いけー。戦いか。僕なりの方法で。ひらめきましたよ。お任せください。よっ。行きます。はあ。これなら勝てます。研究の成果。壁よ。研究の賜物です。最善の手を。油断はなさらず。終わらせましょう。私の魔法で。え？
出番だな。逃さん。もう一撃。俺は困難から逃げない。私に任せときな。まとめていこうかい。お見通しだよ。負けられない。受けてみよう。頑張ります。頑張ります。よく狙って。かかってこい。仕事にかかります。頑張りましょう。いけそうです。始めましょう。効率的です。これなら勝てます。俺は負けん。やったろうじゃない。厄介だね。若いもんにゃ負けないね。ウォルホートの名にかけて。どこに行こうかな。やったもんね。いざ。うまくいったな。もう一撃。全力を尽くします。
勝たせていただく。職務に邁進します。この盾が破れるかな。我が盾を見よ。それでは。最善の手を。よっ。こちらからも。争いを収めるために参ります。もう一撃。俺は負けん。どうだ。もらった。いまだお目覚めにならないか。相談したいことが山ほどあるのだが。セレノア様。父上に弱音を聞かせてはいけないな。しっかりせねば。ご当主様、ベネディクト様、ご来客です。誰だ。シルビオ・テリオール様です。セレノア様に折り入って話があると。御三家の一角、テリオール家の当主が。すぐに向かう。通しておいてくれ。はい。次から次へと舞い込みますな。まったくだ。休む暇もない。セレノア様、あなたは当主としての務めを立派に果たしておいでです。シモン様もその姿を見れば目を細めて喜ばれるでしょう。お前が支えてくれるおかげだ。引き続き頼むぞ。グリンブルク王国御三家で手を組み、皇国への抵抗を宣言する。それがあなたの希望ということですね、シルビオ殿。さよう。この戦いの大義は我らにある。だが皇国を恐れるあまり拳を振り上げられない者もいる。彼らを束ね強い力を生むためには御三家という太い絆が必要だと思わんか。テリオール領はすでに戦の準備を終えている。我が領に集い反撃ののろしを上げよう。もちろんドラン王子の安全も保証します。
なるほど、悪くない策です。何より戦の準備ができているのはありがたい。御三家のもう一角であるファルクス家、ダンドロイドのはどうだろうか。彼は断らないだろう。グリンブルク王家に熱い忠義がある。ええ、煙鉄大戦で得た豊穣な地で散々良い思いをしたのは彼らですからな。煙鉄大戦を終結に導いた御三家が再び結集するか、願ってもない申し出だ。また我らに力を貸してくれるとは。確かに助けは必要ですが、まだ戦うのですか。おや、あなたの兄上の暴挙が掘ったんですよ。よく人事のように言えますね。彼女は私の言い名付けです。エスフロスト公国の横暴とは無関係だ。そうでしたね、失礼しました。しかしあまり時間はございません。ここで返事をいただきたい。シルビオ殿の提案に乗るか否か。ご同志様、どうなさいますか。新年の天秤を出してくれ。みんなで議論しよう。セレノア。
私は。確かに。難しいですな。本気なのですか？セレノア、それに。セレノア様、なるほど。それで、では投票を始めよう。テリオール家の提案に乗るか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。信じるぞ。若様のご意見に。申し訳ございません。お許しくだされ。
信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはテリオール家の提案を断り、単独で戦うこととする。そんな、この王国の危機に座して指を加えて待つと申されるか。決まったことです。どうかお引き取り願いたい。できん。今からでも考え直せ。このままでは我らまでもエスフロストに。我らまでも何ですか。どうかお引き取りを。我らは戦える状態にはないのです。互いの道の先が奈落でないことを祈ろう。